安倍元総理銃撃事件世界平和統一家庭連合旧統一教会が会見安倍元総理が銃撃され殺害された事件で逮捕された山上哲也容疑者がある宗教団体に恨みがあり元総理がその宗教団体と関係があると考え犯行に及んだと供述していることを受け世界平和統一家庭連合旧統一教会が会見を開きました第一に三条容疑者は東方人の信者ではない 過去においても東方人の信者であったという記録は存在していない。第二に、三条容疑者の母親は東方人の教会員であり、これまでも1ヶ月に1回程度の頻度で行事に参加してきた。第三に、三条容疑者の犯行の動機や献金問題に関しましては、現在警察が捜査中であると思われるので、この場での言及は避けさせていただく。警察からの要請があれば全面的に捜査に協力させていただく。とコメント。現在、 心ない電話やメディアからの心ない取材構成を受けているとして配慮ある対応を求めました。